こんにちは。名古屋セラピストオフィス、柴田敏夫です。今日もアロマテラピー1000本ノックをご覧いただき、誠にありがとうございます。ではまず、20秒のシンキングタイムをどうぞ。 それでは167回目の千本の句を見ていきます。今日は肺の構造に関する説問ですね。665本目、右肺、常用、中用、下用。これは丸になります。666本目、左肺、常用、下用。これも丸になります。667本目、肺胞、 これも肺の一部ですから丸になります。668本目、肺門部。これは気管支ですとか血管、神経が肺の中に入り込むところですから丸になります。今日の説問で覚えていただきたいのは、右肺は常用、中用、下用の3用に分かれていること。 それから、左肺は常用と下用の2用に分かれていること。つまり、左の肺の方が右の肺に比べて小さいということです。その理由は、肺と肺の間に心臓がありますけど、心臓が少し左に偏ってますので、その分、左の肺の方が小さいと覚えてください。それから、肺胞の数ですけど、 両で2億個から6億個と言われていますかなり2億から6億ってね、差があると思うんですけど、一応テキストには、肺炎の数は、両肺で2億から6億と覚えてください。はい、それではこれで今日は終了になります。私のブログへの読者登録をしていただけますと、毎朝の動画の更新を見逃すことがありませんので、ぜひ、 下の説明欄、概要欄にブログへの読者登録の URL が貼ってありますので、読者登録をよろしくお願いします。今日も最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。ではまた明日お会いしましょう。